こんにちは。アンダークののぞみです。ディアバイアークのもとみです。今日はディアバイアークのスタッフのおすすめの春夏の商品ですかね、はい、ご紹介していただくということで、はい、今回はもとみさんに春夏おすすめのブランドを1個持ってきていただいたんですけど、はい、おすすめのブランドどちらですか？はい、私が紹介するのは今並んでるレッドカードっていうブランドです。はい、レッドカード有名ですね。有名ですね、うん、はい、デニムブランドですかね。そうですね、うん、軽くご説明させていただくと、はい、プロデューサーの方がリーバイスで技術を磨いてブランドを立ち上げて、うん、女性に向けたデニム作りを提案しているブランドになります、うんうん、なるほど。じゃあもうデニム作りは本当大得意の方ですね。じゃあ今回は4つおすすめを持ってきていただいたので、はい、ちょっと端っこからご紹介していただいていいですか？はい、じゃあまずこちらからなんですけども、こちらが定番で出てるマーマレードっていうモデルになりまして、すごいなんか綺麗、センターのプレスが入ってるんですね。そうなんです、これが入ってることによってすごく足長効果も出せて、確かによく見るとややフレアなモデルになってます。若干丈も短めなので、うんうんうん、低身長の方とかすごい履きやすいっていう風にお声いただきました。なんかちょっとプレスが入ってるとカジュアルすぎず、若干なんかスラックスのような雰囲気も味わえるからいいですね。はい、しかもやっぱネットカード柔らかい。そうなんです、伸縮性がすごいあるので、横にも縦にもしっかりと伸びてくれる。あ、確かにすごい、うん、ママさんよく履いてます。確かに履きやすさもねすごい魅力ですよね。カラー展開とかってありますか？カラーは今取り扱えるのがこちらのダークインディゴっていうカラーになります。なんかでもどの季節にでも一番合いそうな色ですね、うん、合わせやすいと思います。はい、はい、お次はこちらは新しく出たモデルで、私が今履いてるんですけど、うん、ダコタっていうモデルになります。へー、すごい。なんかハイウエストですか？これはすごくハイウエストで、ね、ここは長いですよね、股上が、はい、そうなんです。ちょっとワイド。あ、そうなんだ。でもそこまでワイドすぎず。そうですね、若干足先にかけてテーパードがかかっていて、うん、本当だ。結構ワイドデニムでありがちな、なんかウエストが緩い、うん、はいはいはい、なんかヒップ周りが大きいとか、うん、そういうのがなくって、うん、逆にウエストとか腰周りがすっきりしたモデルになるので、破ったさが出る。うん、なんかワイドネームってね、うん、難しいからバランスが、ね、なんかどっか太くなっちゃったり、はい、どっか細かったりとか、ね、バランスが難しいので、うん、ぴったりなのはいいですね。あと後ろ側がちょっとダメージがかかってて、うん、本当だそこもポイントですね。あ、かわいい。ちょっとなんかヴィンテージのような風合いが、ね、かわいい。なんか古着の T シャツとかと合わせても絶対かわいいです。かわいいかも。今私スニーカーに合わせてるんですけど、うんうんうん、サンダル合わせでも可愛いかなって思って。絶対可愛い。確かに実は今この辺りにサンダルがいっぱい並んでるので、はい、ちょっとお持ちしてもいいですか？あ、もちろんもちろん、はい、あ、可愛い。こんな感じのシルバーのサンダルに合わせてもすごい可愛いかなって思います。可愛い。またね、なんか足元変えると軽くなるからいいですね、はい、そうですね、うん、スニーカーでも可愛いかも。スニーカーでも可愛いと思います。はい、あ、こういうシンプルな、はいはい、白のスニーカー、はい、スニーカーに合わせると、うん、カジュアルに決まると思いますね。はい、じゃあこのモデルはこんな感じで大丈夫ですかね。次がこちらの一番濃い色ですね。そうですね、一番リジットの効いているというか、うんうん、生デニムに近いような感じなんですけど、ワンウォッシュはかかってるので、あ、なんかそこまで、はい、そこまで硬くない、うん、そうですね。あと後ろもちょっと今までのデニムと違う感じの、うんうん、ポケットがすごいすっきりしてて、うん、これもすごいスタイルよく見えるんですよね。丈も長め、長め、はい、長めです。ちょっと止まる感じで履けそうですかね。そうですね、うん、あとブーツ合わせとか、あ、かわいい。ヒール合わせとかすごいかわいいと思います、うん、シルエットは結構太め、ワイドなのかな。やや太めのストレートシルエットですね、うん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 、でもすごいこれは高身長の方におすすめしたいデニムになります。綺麗にね履けそうですね、はい、そうですね。でもあとはおすす上げとかしちゃえばね、うん、身長によってしっかり綺麗に履けると思うので、はい、お
仕上げもおすすめですね。おすすめです。最後は、はい、デニムジャケットですね。そうですね、ネットカードから定番に出てるデニムジャケットなんですけど、はい、これは毎年シルエットが変わってて、うん、今回のモデルはビッグシルエット、ね、確かにですね。結構大きい、はい、ミリタリーのディティールも入れ込んでるので。なるほど、はい、これは女性の方ならかなりオーバーな感じに、本当アウター感覚で着用できると思います、うん、なんか男性でも着れそうなぐらい大きいですよね。着れると思う、ね、肩も結構落ちてるので、うん、確かに、うん、でも女性が着るとゆるっとした感じで可愛いかも、はい、可愛いと思います、はい、ちょっとこれ着てるとこ見てみたい。あ、かしこまりました。いいですか、ちょっとお願いして、はい、着てきます。はい、はい来てもらいました。はい、来てきました。かわいい。かわいいですよね。なんかでも思ったより、うん、想像してたよりなんか着られてる感がない。確かに、うん、私の身長162センチなんですけど、うんうん、身幅もそこまで大きすぎることなく着用できました、うんうん、なんか変に余る感じはないですよね。そうですね、うん、っちっていうのは若干袖が燃え袖になるみたいな、うんうん、でもかわいい、その感じがかわいいですよね、うん、ちょっとデニム合わせてシンプルだったので、はい、パールのネックレスを作って、いやそれいいなと思いましたかわいいですよ、ね、これはどこの、いやロドリリオンっていうブランド。へー、かわいい。デニムと合わせるとなんか、うん、さらにかわいい。デニムとパールの相性すごくいいので、うん、この合わせはすごいおすすめです。あー素敵春といえばデニムですから、ね、そうですね、うん、デニムジャケットは1着持ってれば、うん、確かに万能なアイテムだと思います。もとみさんありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、では次のスタッフにご紹介してもらいましょう。はい、では2人目はディアバー役のアリサさんに来ていただきました、はい、お願いします。お願いします。はい、ではアリサさんのおすすめのブランドはどちらでしょうか。はい、はい、ニードルズになります。すごい、なんかもうカラフルですね、はい、めちゃめちゃカラフルで鮮やか、はい、毎シーズンやっぱ色の展開がすごい変わるので、はい、今季は私が着てるオリーブとブルーとオレンジの3色の展開になってて、毎シーズン買い足したりとか、男女問わずすごい人気のブランドになりますね。この3色は今年初めて出たっていう。そうです、今季の新色なので。あ、なるほど。結構今季は合わせやすいカラーなので、くすんだ色と、はい、意外と色物だけど合わせやすいですね。合わせやすい、はい、バランスすごく取りやすいので、おすすめのポイントなんですけど、はい、ニードルズがやっぱメンズの結構イメージが強いかなと思うんですけど、うん、はい、最近だとパンツがレディースサイズも展開がされ始めてきてて、うん、女性の人気も少しずつ増えてきてるので、履いてる方増えたなって思います、うん、男女問わず結構履いてて、サイズがまあ XS からなんですけど、サイズ2番っていうので一番ちっちゃいサイズ出してて、私も今日パンツがサイズ2番を履いてるんですけど、2番が一番ちっちゃいサイズ、一番小さいサイズですね。低身長さんとかでも履けるサイズ感なので、 XS だとやっぱ私もちょっと大きいので。アリサさんは何センチですか、身長は。私149センチなので結構小柄な方でも全然2番なら履けるって、うん、履けます。なるほど。ニードルズ結構いろんな種類取り扱いあると思うんですけど、はい、今日は本当におすすめの3つを持ってきていただいたということで、はい、1つ目は、1つ目がこのこれから、はい、はい、トラックジャケットですね、はい、毎シーズンやっぱり定番でやっぱ出てるモデルの一つなんですけど、うん、やっぱこの蝶々のブランドのロゴと、はい、サイドの3本のラインのジャージのここのラインの色とボディの色のこの色合いのセンスとかがやっぱニードルズはすごく上手で、この色にこの色合わせるんだっていうお色が結構多くて、はいはい、今回のブルーとかはこういうちょっとアイボリーの真っ白ではないくすんだ色、うん、そうですね、そうなんですよ、お色ですごく可愛くて、パキッとした白ってよりかはちょっとアイボリーっぽいくすんだお色ですごく可愛くて、うちのボディの色だけじゃなくて、うん、ラインの配色も毎シーズン変わってるんですね、はい、微妙に変わってるので、うん、本当にシーズンだけっていうのが結構多いので、毎年出るっていう感じじゃないので、うん、なんか買い足しちゃいそうですね毎年毎シーズン結構パンツとかトップスも去年買ったけど今季の色可愛いからって言って、うんうん、買い足す方すごく多いですね。今着られてるのも同じですよね。同じか色違いの、これは色オリーブなんですけど、はい、このラインが
と紫っぽい感じで、あブラウンっぽいような紫っぽいような、これも可愛いんですよね、色も。この色の組み合わせ可愛いですね、可愛、うん、いですよね。今は何サイズ着られてるんですか？今は XS、XS もちょっと大きめなんですね、はい、大きめですね。でただ身幅がやっぱメンズの作りで作ってるので、はい、結構割とタイトめなストンとしてるシルエットなので、あそうですね、女性だと XS でも全然割と、はい、私の身長だとまあゆとりを持って着れるので、うんうん、160センチ前後のスタッフとかでも XS ジャストで着れたりするので、全然女性でも着れるかなとは思います。なるほど、確かにダブルジップなので、うん、今アリサさんが着てくださってる感じで、はい、下だけ開ければなんかそんなに大きく見えすぎず、ね、ちょっとすっきりコンパクトに着れるので、うん、いいですね、はい、着方かわいい、かわいいですよね、はい、女性もおすすめします。この下だけ開けて、うんうん、あと結構ラインが綺麗に見えるので、うん、ボリュームのあるボトムスとかと合わせやすかったりするので、うん、いいですね、ストレートに、ね、着ていただいてもいいんですけど、この青もなかなかすごい似合いそう、なんか青あんまりイメージなかったんですけど、うん、ニードルズでこういう青出たんだと思って可愛いですよね、いい今季青が一番人気あって、そうなんですね、そうなんですよ、パンツとかもすぐなくなっちゃったので完売しちゃってて、春っぽくて色物も可愛いと思います、まあ、セットアップでももちろんいいですし、単体でそれぞれ楽しめるのでいいですね、これは使えそうな。次はじゃあ同じセットのパンツですかね、はい、はい、今回持ってきたのがトラックパンツで、はい、ストレートタイプのものになります。形何種類かあるんですか？はい、形何種類かあって、今持ってきてるのがトラックパンツなんですけど、はい、ナロータイプもあって、裾に向かって細くなってる、テーパードかかってるようなモデルと、膝出る言って私が履いてるパンツのジャージ素材、こういう太めのボリュームのある感じのシルエットで3型あるので、今回は一番おすすめのトラックパンツを持ってきてみました。これがストレート、ストレートの、はい、この配色も可愛い、なんか、はい、可愛いですね、オレンジで、はい、オレンジのサイドはグレー、グレーっぽいカーキっぽいような、うん、ちょっと濃いめのグレー、この色秋冬とかでも着そうな色味です、ね、シーズンが長く履けると思うので、うん、ジャージ素材結構冬でも履けちゃうかなとは思うので、あれはサイズ展開は、うん、サイズ展開は XS から、パンツは当店の取り扱いだと XS からなんですけど、2番もちゃんと展開自体はあるので、ただじゃあ身長低い方とかは2番で選んでいただいてもいいですし、はい、あとはもう好みで、うん、私だと XS だとウエストちょうど一折りする感じなので、はい、サイズ2番が一番低身長さんだとおすすめかなと思います。155以上とかだったら XS でも全然履けるかなと思うので、はい、足長い方だと全然 S でも、へえ、あそうなんですか、はい、意外と XS だと若干丈足りないって方が多くて、ウエストはね、これ絞れますもんね、はい、そうなんですよ、ウエストは絞れるんでめちゃめちゃ履きやすいと思います。あじゃあ結構レングスで選んでいいんですかね、うんはい、サイズは全然いいと思います。なるほど、こうちょっと裾溜まってダボって着たい方とかは、はい、S とかにワンサイズ高身長の方とかを上げる方は結構多いので、はい、じゃあ最後はアリサさんも履いてくださってる、はい、HD パンツっていうモデルの、はいはい、こちらです。これもずっと定番ですかね、はい、あこれも、はい、定番で出てる、はい、膝出るパンツです。これはシーズンカラーとかはない？シーズンカラーはなくて、だいたいブラックとかこのお色出てるこのカーキのお色の2色展開が多いので、はい、総柄になってる、はい、あの膝出るのパンツもあったりして、素材違いとか柄違いとか色違いとかは全然いっぱいあるので、はい、今回持ってきたのは定番のこの膝出るパンツで、裾が絞れるタイプのものなんですけど、すごいですね、ズワッとすごいですよね、こう膝が出てるみたいな感じで、はい、膝出るって言われてるので、あ名前もちゃんとそこから出てるんですねシルエットも結構ボリュームのあるシルエットなんですけど、うんうん、でもそれがねまた可愛いかなと思います。着心地なんか素材感が軽いので、そんなにボリュームあるけど重くなりすぎず、うん、はいはい、
いいですね。ウエストも絞れるし、絞れます。裾も絞れます。じゃあちょっと長さとかはここで絞って調節も、はい、できるんですかね。裾絞れるのは低身長さん嬉しいので。そうですよね、確かに嬉しい。シルエットやっぱり裾絞れるだけでクッと上がるので、裾が、はい、裾絞らないで履いても可愛いと思って、うん、確かにそのままの形で履いてもシルエットまた変わってきますよね。はい、全然変わると思います。ちょっと太めの感じでルーズに履いても可愛いかなとは。今のなんか革靴との合わせも可愛いです。なんかスニーカーとだとなんかカジュアルになりすぎるかなとか思うんですけど、革靴と合わせるとまた雰囲気変わりますね。ちょっとラフすぎないように。はい、ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、今回はニードルズと、うん、あともとみさんがレッドカードをご紹介してくれたんですけれども、それ以外にもたくさん春夏物が今揃ってきてるので、はい、ぜひちょっとオフィシャルサイトをチェックしてください、はい、今回ご紹介した商品は概要欄に記載しておりますので、そちらもぜひチェックお願いいたします、はい、そして、はい、いつも通りチャンネル登録と、はい、グッドボタン、グッドボタン、はい、コメントもぜひ気になることがあれば聞いてください、はい、はい、お待ちしております。はい、それでは今回の動画は以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。